それで映画の話するとですねその頃からもう金子監督は文章を書いて映画批評みたいなのを記念もう大学になってからかな記念順に読者の映画批評っていうのにこうちゃんと「あ金子が出てる」って言って僕はこう。はい、やるなっていうか僕なんかちょっとまだ映画は好きだけどそういうふうに展示やらどっかに売り込んだりとかまだする前なんでそのあ生徒会長の金子が、記念順にちゃんと出てるっていうのはちょっと羨ましいというかまあちょっとまあだから分野が違う同じ三鷹高校生っていうかという感じがちょっとね。はい1年の時は別な全然クラス違ってたけどその1年生の時に初めて文化祭に向けての出し物クラスの出し物として8ミリ映画をね提案してそれがクラス決議で通ってでまあ自分で脚本書いてまだその8ミリ、映画っていうのが、初めて8ミリカメラを触るっていうぐらいのレベルだったんですけど1年生の時に初めて撮ったんですよ。それがそのちょっと前に戻ってしてもらって台本の表紙があるんですけど虚構の青春っていうね課題だったんですけど最終的には斜面っていうねタイトルになるんですけどこう頭壁のあるこう主人公がクラスの好きな女の子の体操服を盗んじゃってそれでそれを返しに行ったらその子に女の子に発見されて軽蔑されて学校から去ると、まあ友達が井の頭公園まで追いかけてきて喧嘩してで彼は去っていくとで戻ってきた友達が、こうスロープに置いてある球を蹴るとコロコロ転がっていくっていうで斜面っていうねっていう映画なんですけどなんか賞を取ったよねあれと全都高校8ミリフェスティバルっていうのがあってそれでプロっぽい撮り方だねって書かれたんでそれがすごく嬉しかったんですけど、まあ、この、映画を作る上でこうクラスを、一つにしようみたいなことでちょっと、学級新聞みたいなの作ったんですよね。これは生徒会長に当選した時のあれですけど。もう一つこれですね1C 新聞斜面っていうのがあってカルタ界1位は中根さんとか書いてるんですけど、まあ、これでタイトルも音楽が主題歌が奥林信康の自由への長い旅をですねコーラスで、クラスでコーラスで、入れたっていうそういう楽譜が、まあ、楽譜はゴミ君っていう人が書いたんですけどこういうことをやってましたけどこの山崎圭子ファンクラブって分かります？いや僕は全然分からない図書館の先生で綺麗な先生がいたっていう分かんないですね、はいまあ、こういうことをやっていてそれでちょっと絵コンテも書いてるんですけど、絵コンテどういうの？先ほどのああ、はい、
これがあの、当時その書いた絵コンテですね、こうあの右のページはこう喧嘩してる、でこの通り撮れたわけじゃない、ないんですけども、あの、まあ、ほぼ漫画ですけど、まあ、他にもうちょっと別なページも開いてもらえますか。あ、これなんかね、あの、財布を盗んでいるところとかですね、あの、まあ、コーラを、飲んでいるんだけど、撮影の時には瓶じゃなくて缶になったっていう、そういうあの絵コンテです、はい。まあ、こういうことを1年の時にやっておりまして、2年の時もあの、クラスで映画を、3年の時は違う、3年の時はもうクラス単位じゃなくて、あの、玉芽ネギクラブっていうのを設立してですね、まあ、当時人参クラブっていうのがあったじゃないですか、あの、小林正樹監督 の、 あの、階段なんかと作った、それにあの真似して玉ねぎクラブっていうのを作って、それで撮ったわけですよ。もうでもあの大学入ってからも毎年1本ぐらいのペースで撮ってたよね。なんかあの、僕はあの、僕はムサビなんで、金子監督に呼ばれて一回あのタイトルバックやってくれないかって言われて、で、英検、学芸大の英検に訪ねていって、その文字を書いてそれを撮影してもらうみたいな仕事というか、まあ、一回だけ、まあ、金子映画にちょっと自分の名前が入んないけど、はい、名前入れたかな。いや、あの、入れたと思いますよ。プリズムタワーっていう映画ですけどね。だタイトルをだから、あの、書かせてもらう。タイトルって分かんないと思うんですけど、映画のあれで今は簡単に工学的に入れるんですけど、8ミリ映画の時はあの、なんていうか、直に撮影しないと、ね、フィルムに残らないみたいなのはまだ未熟だ、まあ、8ミリだから未熟だったんですけど、そういうんで一回金子監督の中に僕のあれが1個入ってると。あの、実はあの、まあ、ちょっと後ですけど、32の時から僕はちょっと自主映画を1本作ったんです。それで、池袋のルピリエっていうところで上映をしなくちゃいけないっていうか、映画って上映しないと映画じゃないっていうのは僕もそう思ってたんで、この3日間だけ上映したんですけど、その時に一番下にあの応援上映って書いてあるのがあって、貝の季節っていうの、これはね、あの、金子監督の作品をタダで貸してもらって、僕の映画は40分しかなかったんで、その興行的にも足りないっていうん でどうすればいいかなと思って、で、あの、金子監督に相談して、8ミリだけど貸してくれないって言ってで、こういうふうに、まあ、一本の形にはどうにかなったんですけど、だからこういうちょっと僕はいつも今日 あのトークショーの相手もそうなんですけど、困った時にはあの金子監督に頼むっていうのはいろんなところで実はあるというのを分かっていただけると思います。あ、これはいいです。貝の季節は五月病の女の子の話で、大学2年の時に撮ってた映画ですね。五月病になっちゃって、それであの昔のことを思い出すって、その過去は高校なんで、その高校の場面を三鷹高校に撮りに行ったっていうことがありました。なんか僕あの、はい、金子監督ので一番覚えてるのは、カメラが据えてあって、女の子が階段を降りてくるとハイスピードみたいな感じでスカートの部分をこうカメラが追いかけてるみたいな、なんかそのシーンがすごく印象に残ってた。これ高校の時もこんなシーン撮ってたなとか、それが大学の時の何かだと思う。で、まあ、金子監督はあの学芸大の時に押井守監督の先輩後輩になったんで、それで結構すごく学芸大って得したなっていうのは、それも羨ましい話ですよね。あのそうですね、大学に入ったらあの英検に映画研究会に入ろうと思って決意して行ったんですけど、その映画研究会の部室には必ず、ま、いつ行っても鍵が閉まってるんですよ。
それであの自治会の人にあの聞いたら、押井さんという人が鍵を持っているから連絡してやるから、あの明日来るようにって言われて、それで、待っていたら、あの押井守さんが現れて、で鍵を開けて、あのこの英検には俺ともう一人しかいないんだって、で2人、3人目だって言われて、それであの、一緒に大学のそばの喫茶店に行ったら、もう一人 の, あの先輩が現れて、おうし、ブニュエル見たぜって言ったんです。ブニュエル見たぜって。それはだから、あの当時のルイス・ブニュエル監督のブルジュアジーが密かな楽しみのことなんですけど、これはさ、あのブニュエル見たぜって言い方がさ、これは、これがやっぱり映画研究会なんだと思いましたね。で、まあ、その後、大学でもずっと、まあ、時々、まあ、1年に1本映画作ってましたけど、まあ、押井さんとは延々と映画の話ばっかりしてました。で、押井さんがその時5年生だったんですよ。で、僕は1年生で、1年生と2年生の時に押井さん5年生、6年生っていう関係でいたっていうか、だからこの貝の季節も撮影協力入ってて、タイトルに押井守って入ってますけど、あの押井監督はあの花束みたいな恋をしたんで、あの伝説のあのなんていうの、あれアニメーターとして出てくるんだっけ、なんかあの主人公2人が、あ押井守だって言ってこう、はい、よくそういうのを使ったなっていうのは、あれは結構面白かったよね。なんかそうですね、まあ、サブカルチャーの象徴みたいなシンボルみたいな感じじゃないですか、うん、あのお互いサブカルチャーをあの愛する者同士のこう恋愛っていうところのそこにうまく、ね、はまってて、はまっててここに押井守るかっていうのはやっぱりちょっとびっくりした、はい、そうですね、はい、まあ、あと、大学時代は、まあ、あのまあ、そう結構自由なあれでやったんですけど、まあ就職する段階になって金子監督がその日活に、売り、まあ、あれは何だろう、就職試験なんだろうね、あれちゃんと、あそれ、助監督試験っていうのが日活だけあったんですよ。でそれそこに、映写機を持ってってあの、うん、試験を受けたっていう話はまた、まあ、さっきの助監督に日記に出てくるんですけど、はい、これももうすごい面白い話で、あの話した方がいいのかな、今話さない方が、まあ、今にしてはこう唯一の自慢というかね、唯一の自慢というか、あの300人中2人の合格だったので、こう自慢してもいいんじゃないかと思うんですけど、学科は8番だったわけですよ。それで、まあ、もっと目立たなきゃいけないっていうことで、8ミリ映写機を持ってですね、自宅から試験会場である、調布の日活撮影所に、ま、三鷹から深大寺の坂を降りながら持って行ったんですけど、これを映写しようと、自分の作品を映写しようとしたら、とても会場が明るくて、映らない、暗幕もないっていうことで、いやここではちょっと上映できませんって言ったんですけど、そのなんか態度が面白がられたっていうね、そういうことの熱意が良かったと言って、まあ、後からその圧倒的に金子が目立ってたって言われましたよ。それでまあこのみんなあげちゃう の, プロデューサーである結城さんにもそういうことを言われましたけどね。僕は金子監督は三鷹、住所が三鷹なん で, で日活に入ってからもその坂を登って自転車で通ってたみたいな時があるでしょ。なんかそうですね、まあ僕は渋谷区初台生まれですが、小学校5年の時に、三鷹に引っ越して、来て以降は
ずっとあの三玉の、文化圏で、じゃ小学校6年の1年間だけあのバスと、バスで仙川に行き、仙川からあの初台に京王線で行くっていう、そういう1年間だけ電車バス通学をしたっきり、それ以外はずっとあの自転車で、三鷹から、三鷹高校ですね、亀連着だったんですけど、そこから、三鷹高校で大学も小金井の学芸大に自転車で行き、で、日活も、調布なんで、自転車で神代寺の坂を上り下りするっていう、ね、その音坂のあの坂をあの金子監督が自転車で通ってるって、そのビジュアルがものすごくね、こうすげえなんか金子らしいなっていう感じがすごく好きな映像なんだよね。なんか、まあ、あの坂、はい、結構きつい坂を自転車で金子が日活と家を通ってたのかっていうのはね、まあ映像はイメージだから分かんないですけど、そのなんか、まあ、金子監督が好きな、僕は僕はこういうこの人がこういう人なんだっていうのを好きな、なんかビジュアルというか、まあそれで結構何でも OK みたいな感じも確かにある。でもそれ4月から入社した4月からですね、暮れまでぐらいなんですよ、その12月ぐらいまでで、それ以降はあの先輩の、那須博之さんって、ビーバップハイスクール取られて早くも亡くなっちゃったんですけど、この那須博之さんが、まあ、深作欣二の次に僕が影響を与えてもらったあの監督なんですが、まあ、射程みたいなもんなん でその那須さんから、バイクの乗り方を教わり、でバイクをあの譲ってくれるかと思ったら、あの中古のバイクを5万で買いそれでそこ以降はあのバイクで、通ったんです。でも那須さんはあの、吉祥寺に住んでたんで、その一緒にあの帰り、バイクで今度はあの神代寺の坂をね、 2車で駆け上がって、で吉祥寺の方向に行く那須さんが、じゃあなっていうふうに消えていくっていうのをですね、あのもう覚え出すと泣けてくるっていうかまあそれ以前はずっと自転車小僧だったというかですね、はい。でも自転車で通ってたら一人ぐらいでしょ、そのうち会社で、会社というか日活。いや、まあ、あのそれはそうですね当時そうですね、はい、そうと、あ、まあ、あの皆さん調布のことを知ってると思う、あの音坂の坂道を金子が自転車でのあのえっこらえっの持ってく感じは僕はね結構、はい、すごく哀愁もあるしすごいなと思います。やっぱりあれ脚力がついたかもしれないですね、あれかね、あの坂を。あの僕 CM の演出やってたんで、まあ、あの調布駅から東方撮影所で撮影することもあるんで、東方の撮影所まであのバスで行ってたんです。そしたらあのいわゆる会社員だったんで、生産するときに、バスあのこう生産するときにバス代、170円とか書いたら、あのプロデューサーから、お前ディレクターなんだから、あの調布から成城行くぐらいタクシーで来いって、まあ、そういうふうに言われたんで、あの別にあの演出のことを考えたりするから、バスの中でこう考えたりするから、バスがちょうどいいスピードだったりするんですけど、まあ、CM 業界ではそういうふうにね、あのバス代っていうのがちょっと、それを金子監督はまだ自転車で行ってるっていうのはね、僕はすごいまあ全然関係ないですけど、なんかあれです、そういう時代だったと思います。いくつこう大学の3年生の時に、キネマ旬報で連載を、初めてさせてもらって、それからもうだから、44年かな、45年ぐらい実はあの細々と、本職じゃないんでイラストレーターは、まあ、頼まれたらそれを描く、まあ、イラストレーターって仕事は頼まれて描くあれなんですけど、結構映画、僕はあの映画を見たらそれにを感想文を描くんじゃなくて映画で表現したいっていうのはずっとなぜかあってですね、で、やっぱりその描くんだったらちょっと、自分の味みたいなの出そうと思って、やってたんですけど、まあ
デフォルメっていうつもりではなくて、結構とりあえず似せるっていうのが一番目安、大事なことだと思って書いてました。それでまあ今最近になってやっとなんとなくこう結構自分は上手くなったなとか、そういうのを思うようになってですね、まあいわゆる CM を作ったりテレビ番組やったりするのと違う、もう引退してそっちの絵の方が専門になってるんで、特に絵はこうもっと自由にできるなっていうのはすごく最近思うようになって、最初の頃とはだからだいぶ違う。で今展示してあるのは、最近の作品ばっかりなんで、3年前にアーカイブで展示したのとはちょっと、違う見え方がする。アーカイブの時は本当に初期の作品から全部 今までどんな絵を描いてきたかって紹介をしてもらったんで、今回はその結構、似てると、デフォルメもうまくいってるって感じは自分では知ってます。それはないですね。力はさっきも言いましたけど、イラストレーターなんで、その純粋絵画で花を描くとか人の顔を描くとかとはちょっと違うんですよね。こうやって描けば人が喜ぶだろうっていうのを考えながら、だからちょっと皆さん絵描く人は分かると思うんですけど、その人を楽しませるみたいな部分がイラストレーターには実はあるっていう感じです。